イタリアを代表するエルメネジルド・ゼニアの記事紹介です。あなたは1着お持ちでしょうか。すごいですよね、こんなサッシになって、スタイルブックまで、はい、作られております。非常に贅沢ですよね。こんにちは。ご自身が装うと周りのどなたが喜んでくださいそうでしょうか。オーダーメイド紳士服サロンフィアンコ代表の原武雄です。このチャンネルではですね、スマートエレガントな装いを目指そうということで、圧倒的におしゃれといったですね、アパレル的な着方というよりも、まずはまあきっちりとしたですね、そして再現性の高いものというのをお伝えしておりますのでね、ぜひ参考にされてみてください。お役立ちできたら嬉しいです。さあ今日はですね、ついにと言いますかね、記事紹介の動画を撮ってみようと思いまして、今ここに揃っているのがですね、2022年の SS と僕たち言います春夏ですね、ゼニアですね、登場でございます。はい、ゼニアといえばですね、まあ、スーツお仕立て今からしようかなという方とか、帰省のね、お店も百貨店に入っていたりしますから、ご存知の方も多いと思うんですよね。とってもこだわり満載で、まあ、生地を作るこのゼニアなんですけれども、非常にまあ贅沢な、はい、ラインナップでして、まあ、並行輸入門とかですね、まあ、いくつかこうゼニアにも種類ってあるんですが、この正規のですねフルバンチで揃えた場合というのは、まあ、非常にこの贅沢な、はい、セットでですね届きます。まあ、こんなスタイルブックのようなですね、はい、生地の紹介とともにスタイルブックが入っていたりします。うん、なんとも、まあ、かっこいいですね、映えますよね、いいですね、はい、よいしょ。その他ですね、まあ、7、8冊が、ワンセットになって、これでまあフルバンチって呼んだりしますね。バンチブックというのは記事の見本帳のことなんですけれどもね、はい、まあ、こんな感じで、揃って2022年の春夏として、入荷をしております。実はスーツだけではなくてですね、ジャケット地はもちろんあるんですが、シャツ地とかですね、他にも様々実は商品展開をしているブランドではあるんですけれども、まあ、仕立てやフィッターとしてはですね、やはりこの生地として接する部分が非常に大きいわけですよね。結構、まあ、高級なスーツブランドさんなんかでも、使ってる生地はゼニアであると。ね、ゼニアの生地を使って、まあ、自社で縫製をしてですね、それぞれ独自の色を出していっている、まあ、こんな感じで、まあ、世界の高級な、まあ、紳士服と呼ばれるジャンルがまあ、あるとすればね、約3割はゼニアの生地使われているよと巷で言われるぐらいですね、非常にこう重宝されている、はい、まあ、このゼニアという生地、マグロなんかでいうとトロと呼ばれる部分しか使っていないとね、そんなメーカーでございます。各種様々見てみますと、やはりまあゼニアの特徴としては、非常にこうツヤ感があるとかですね、まあ、ヌメ感と表現をしたりもするんですけれども、まあ、カシミヤに似たようなですね、このタッチがですね、非常にこうヌメっとしているような感じ、それからこの光沢感、ツヤはですね、やっぱりこの、羊のこう油ですよね、が残っている、その天然の光り方っていうのがやっぱり非常に、うん、綺麗だなというふうに思いますね。はい、ではですね、まあ一つ一つ、まあ、簡単にですけどね、ご紹介をしていきましょう。まずは、こんなラインナップがあります。はい、いいでしょうかね、ループ、それからビエルモンテというふうに書いてますね。ループっていうのはですね、まあ、最近はSDGs とかですね、 ESG 投資基準とかいろいろ言われてますけれども、まあ、再利用しているという意味なんですね。ループというラインナップはつまり、生地をこう生産する中で生まれた端切れといいますかね、ウールの残りをまた集めてですね、はい、生地にしたという、まあ、エコな生地という感じですね。なので、少しコスパがいいというかですね、お得にまずはゼニアというものを触れることが、体感しやすいかなというラインナップですね。はい、しかしながら、まあ、やはりゼニアの生地であるということなので、まあ、非常に質感もいいんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。皆さんはどんなふうに、はい、お感じになりますでしょうか。うん、やっぱり上質な雰囲気、先ほど言ったヌメ感なんかをね、感じやすいなと思います。で、下めくっていきますと、例えば次のラインナップが、はい、クロスプライ、はい、まあ、4プライ、6プライとかね、まあ、いろんな表現をする生地に対してね、することがあります。例えば4プライっていうのはですね、イメージは4本の糸をギューッとひねってですね、ひねったのを1本カウントするみたいな感じですね、まあ、ひねるというような意味がありますね。ということで、まあ、クロスプライというと、まあ、そういった、折り感のある生地が並んでいるよとか、そんなラインナップなんですけれども、非常にですね、まあ、トレンド感のある
ものだなというふうにも思いますね。まあ、表面にこう質感のあるというかね、まあスーツでも仕立てれるけどジャケット向けかなっていうようなものなんかが並んでおります。まあ、最近はこうねベージュとかこうアースカラーみたいなやつがね、他のブランドさんもそうですけど、非常に人気高まってきているなという感じで、ここはトレンドを感じるところだったりしますね。はい、それから、ビエルモンテというね、次のラインナップ、こんな、はい、ペットネームのものがあります。こちらはですね、ビエラって皆さんご存知ですかね。イタリアで、まあ、水が綺麗なところで、まあ、スーツの生地の産地としてね、非常にまずこう由緒正しいというかね、有名なところなんですけども、そこで、飼われている、はい、よいしょ、飼育された羊を原毛ですね、生地を作る前の段階の糸というのがあります。糸を作る前の段階、最初取れたてほやほや、これ原毛っていうんですけれどもね、はい、羊の毛であるということです。はい、なんかを使ってですね、作っております。ウールシルクの、梱包されたものとかですね、リネンが入ったものなどなど、まあ、いろいろ閉じられてますけれどもね、はい、非常にこう表情のあるものなんかはいいですよね。はい、まあ、ゼニアっぽくないというとあれなんですけれども、目付けが結構重ためのやつ、つまり、さっきのとろけるような質感とはまた別でですね、あえて英国風といいますか、武骨で、まあ、ざらついた印象のものなんかが、閉じられている、まあ、こんなラインナップがですね、並んでみたりしますね。よいしょ、はい、まあ、こういう風にしてバンチブックというのは閉じられております。はい、それから次、トロフェオですね。まあ、ゼニアといえばって思っていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。もうこれがまさにですね、とろけるようなね、質感だったりっていう、まずは代表格なんじゃないかなと思いますよね。非常に光沢感が、はい、豊かな、はい、生地ですよね。うん。まあ、かなり真面目な記事なんかが多いかなというね、個人的な印象ですから、もう本当に気をてらわずに、うん、きっちりとしたスーツ、いいスーツですよね。上質なものを着用されたいという方なんかはぜひですね、はい、こちら体感をされてみてはというふうに思いますね。はい。うん。よいしょ。まあ、糸で言うとですね、まあ、表記はされてませんけど、スーパー150相当ということで、スーパー表記というのがあるんですけどね、スーパー100というのが 18.5 ミクロンという基準なんですけれども、それよりも数字が上になる、まあ、スーパー100ではなくて200に近づいていくと、それは原毛が細いという意味なんですけども、まあ、原毛が細いということはね、糸も細くって、生地も細い糸で出来上がると、その分、まあ、滑らかである、単純な説明をするとそんな感じになるんですが、まあ、スーパー150というですね、まあ、デイリーユースでガシガシと動く人にはちょっと向かないかなというぐらい、かなりデリケートな質感のものだよと、まあ、そんな認識でいいと思います。そのクラスの糸で、ね、織られていますよというのが、この生地なわけですね。トロフェオです。はい、お客様でも非常にお好きな方が、ね、いらっしゃいます。15ミルミル、まあ、通称そんな風に呼びますかね。はい、これもご存知の方、そしてお好きな方がいらっしゃればと思うんですけれどね、はい、いかがですかね。まあ、スーパー170に相当するぐらい、まあ、かなり滑らかな、はい、タッチですね。非常に非常に滑らかです。うん、まあ、本当に最高品質と、呼べるものだったりするかな。このまあミルミルシリーズね、他にもあったりするんですけれども、お好きな方はぜひですねトライされてみてください。まあ、ただしですね、お近くのお仕立て屋さん、コインされてるお店に行かれる際にはやはりですね3着目4着目以降でお仕立てされるとよりいいんじゃないかなと個人的にはですね、思います。まあ、サイズとか、シルエットなんかのデザインとかの好みですよね、なんかどれだけこうね、テイラーさんとご相談されて、やっぱりぴったりなもんで仕立てたいっていう風になるともちろん思うんですけれども、これだけデリケートな生地ですと、例えばシワなんかもですね、厚手の生地と比べると出やすかったりします。ドレープ感ね、楽しむ要素でもあるんですけども、シワになっちゃうともったいないという風にも言えますから、よっしゃこれでもう行くぞという最終決定ができた状態なんかで、追加で1着作られると個人的には、ね、いいんじゃないかなと思ったりしております。15ミリですね。はい、まあ、本当に端正な面持ちのネイビーとか、ダークな、まあ、グレーとかですかね、はい、そのあたりを作られると、うん、やっぱりかっこいいんじゃないかなと思いますよね。もうゆとりある大人の、まあ、色気すら
感じる、そんな、記事かなと、思います。はい、15ミルミルでした。さあではですね、この後ろに並んでいる、はい、縦に置くことができるこんなバンチブックですね。これも、それぞれお伝えをしていきましょう。はい、よいしょ。ハイパフォーマンスクールエフェクト、まあ、クールエフェクトというと、まあ、本当にあの春夏に向けてですね、機能を持たせているというものですけれどもね。はい、よいしょ。いかがでしょうか。まあ、程よくあのナチュラルストレッチって言ったりします。化学繊維は使ってないんですけれども、縦横に、まあ、伸びるというものですね。はい、なんかがこう適用されているので、まあ、着心地もやっぱりいいですよね。昨今少しずつジャージー素材、まあ、そういったストレッチの効いているものも打ち出されてきていますし、このゼニアでもですね、そのジャージー素材というもうラインナップとして、組まれている、それぐらいにねだんだんなってきております。なので、昔はですね、こうあるべきだみたいな感じで、例えばねストレッチの効く生地なんていうのはっていう、そんなあの嫌いもありましたけれどもね、今はいよいよ、まあ、時代も変わってきているんだなということが言えますね。はい、うん、ジャケット地なんかとして使えるものなんかも非常に、よいしょ、うん、あの質感が雰囲気があっていいなと思いますね。スーツで作る場合なんかも、ちょっと色の浅いやっぱり SS なので、はい、そんなラインナップもあるなという感じですよね。はい、まあ、シワが出てもあの元に戻りやすいというような、はい、ブレザー地なんかも閉じられたりしております。はい、それからこちらはですね、タイトルそのまんまという感じですが、トラベラーというやつですね。はい、旅行をする人、まあ、出張が多い方に向けたものみたいな、打ち出し方ですね。つまり、シワが入ったとしても復元力があるよと、まあ、そういうラインナップでございます。はい、出張の多いお忙しいビジネスマンの方なんかにやはりおすすめということですよね。まあ、その人のラインナップ、ライフスタイルに合わせた、ラインナップとして一つご用意があります。はい、よいしょ。まあ、あの色柄も非常にやっぱり使いやすい、うん、お仕事で使いやすいんじゃないかなというふうに思いますよね。うん、よいしょ。まあ、日本の夏は本当にね湿気も高いですしね、ちょっとこのざっくりと覆ってやって、最も寒い冬以外はね着やすいかなっていう、こういう生地感のものってやっぱ使いやすいんじゃないかなと、思いますね。さあ、皆様このゼニアというラインナップですね、どんな風にお感じでしょうかね。はい、お好きな方は本当にお好きだと思いますし、いくつかオーダーメイドスーツお手持ちにある方もですね、まあ、一着あの追加でこのゼニアという質感もですね体感されると、非常にまたこう奥深さをですね、楽しめるんじゃないかなという風に思いますね。はい、本日の動画はいかがでしたでしょうか。まあ、ブランド解説ということでですね、まあ、お好きな方しかご覧にならない、一本だったかもしれませんけれどもね、ぜひあのお持ちの方、ね、ゼニアのスーツお好きだよという方ですね、コメント欄なんかでお寄せいただくと、嬉しいなと思います。まあ、どんなラインナップがお好きでとかですね、どういった、シーンでご着用されていますか、ね、もしかしてシャツをお持ちの方も、ね、いらっしゃるかもしれませんので、ぜひコメント欄でお寄せください。はい、僕もあのお返事差し上げようというふうに思います。この動画がですね面白かったなという方は高評価ボタンですね、グッドボタンお願いをいたします。そしてチャンネル登録もですね合わせて、ぜひよろしくお願いをいたします。今後もですねこのスーツ、まあ、ちょっとね、着る機会が減ったよという方も実際いらっしゃるとは思うんですけれども、全く生涯を通じて着なくなったというわけではないと思うんでね、これはスーツの着方として楽しめる部分として一緒に、はい、味わっていけたらなと思います。ありがとうございます。